はい。はい。はい、おはようございます。ジャン君。ジャン君、ポンちゃん、かわいいじゃないですか、君たち。なんだかいい感じですね。いつもかわいいんだよ。いいでしょ。ジャン君。ジャン君。なんだこれ。ジャン君。ジャン君用です。あ、ジャンって書いてある。そうだよ。ジャン君、なんかもらったよ。3月はジャン君のお誕生日とポンちゃんに3月3日ひな祭りなのでひな人形。そう、ひな人形、お母さんの手作りなのでって書いてある。お母さんの手作りのひな人形をいただいてしまいました。どうもありがとうございます。まず、はあ、お手紙、お手紙、そんなもん入ってない、大丈夫だよね。はい、はい、手作りのかわいいお手紙いただきました。ハッピーバースデーと、あ、ごめんね、こんな立派な硬いやつが手作りで作れるんだね。ほら、じゃんくん、はい、ハッピーバースデーじゃんくんって書いてあります。はい、ありがとうございます。カードになってない、なってました、なってました。はい、じゃあ開けましょう。じゃあまずポンちゃんの方から開けて。はい、ポンちゃんの、あ、暗いね、そういえば電気つける。はい、途中から電気つきました。はい、はい、お母様の手作りのおひな様で、お本式やんけ。そう、すごいよね。きめこめ、こめこみ人形あれ、きめこめ、きめ、あれ、こみ人形、きめこみ、きめこみ、あら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 、あ、見て、いい後ろも素敵よ。はあ、はあははあ、なんか台の上に乗せられるとよかったね。そうだね、台がないね、うちは。あ、いただいたダンボールで申し訳。ダンボールに、あ、ポンちゃん、ありがとう、言ってください。ポンちゃん、ポンちゃん、ここに入っていた、はい、英字、おしゃれな英字新聞。あ、ごめんね、ジョーク。はい、です。ポンちゃん、ほら、すごい立派なのいただいたよ。はい、これと、お代理様。お代理様とおひな様。はい。お、立派なお代理、なんか、かっちょいい。体格がいい。っていうか、このなんか、頭につけてるのがなんか、かっこいい。昔の神様みたいな。かんざしも刺してるしね。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだか、
とてもいいものをいただいてしまいました。ねえ、お母さんすごいね。飾る場所お家あったっけ。ああいうところのどこかに あそこをひな壇にしましょうしましょう。後ろ向きももう一回取っといてくださいね。よいしょ、こらしょ、はい、素敵、いい感じです。どうもありがとう。ありがとうございます。あとポンちゃん、ジャン君の、はい、ジャン君の、ジャン君お誕生日に何もらったかな。ジャン君もうすぐ13歳だって。びっくりだびっくりだ。あ、このジャン君って書いてあるやつを大事に取っとこう。ポンちゃんがいよいよ書いております。おジャン君がちゃんと、ジャン君が食べられる大好きなピルズのご飯です。でも本当にこのピルズ2人ともね、うん、好きなんだよね。そうか、あのヒルズとロイヤルカナンはすごいなんか好き。まあコマーシャルみたいな、うん、お気に入りのカリカリよかったね。ジャン君、ジャン君お誕生日おめでとう。ちょっと早いけど ね、 そうだね。どうもありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。はい、はい、よかったね。パンちゃんおひなさま飾ろうね。さあこれから企画書じゃなくて事業計画書の書き方のセミナーに行ってきます。またお願いしますね。今日は帰りが寒いそうですのでコートを着ます。今49分で49分、もうちょっとあったか。じゃあピクミンを起動させよう。
いでおいで。ポンちゃん、ポンちゃん元気？ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。ジャン君、ジャン君、ジャン君泣かないで。ジャン君。